麻生先生のあれですか。麻生戦争のね、関係もありますよね。血みどりの戦い。そう。麻生先生、あれでめちゃめちゃ宣伝効果あったらしいですね。あ、そう。なんか、美容外科とかがちょうど合うらしいですね。美容外科とか、うん、なんかそういう系の案件は見てる人が、まあ、若い女の子が多いから。ああ、そっかそっか。芸能人と付き合いたいとか、系が多いから、相当宣伝効果あるっぽいですね。ぶっちゃけ美容外科って、あの CM もそうですけど、名前を知ってるかどうかじゃないですか。あと院長の顔知ってるかっていう信頼だから。確かに確かに。あれでなんか結構良かったらしいですけど、ね。高須クリニックみたいなもんだもんね。そうです。どこでもいいけど、どこがいいって言った時、ああ、なんか名前聞いたことある。